ワーカが歌ってくださったのは何なんでしょう。般若心経でございます、ね、いきなりジャズの中に入ってきました、ね、ちょっと変わった趣向でやってみました。次にお送りする曲が巡り合いという曲で、アンドレ・ギャニアンさんっていう方の、作った曲です。これはピアノソロでやってみたいと思うんですが、最近この巡り合いという曲に出会って、ちょっと遅いんですけど、だいぶブームは前にあったらしいんですが、私は知らなくて最近知って、でこの巡り合いっていう言葉もまたいいなと思いまして、私は、3年ぐらい前からメディカルカフェという、がん患者さんの相談とかそういうお話を聞くボランティアをやってます。でその縁でここのステージも立たせていただいて聞けることになりました。今年の2月に佐野の神社に行ったら、オージャスさんがジャンベを演奏してて、なんかやたらジャンベがうまいなと思って声かけて、でそれで今日このステージがステージになったんですね。本当ありがとうございます。不思議な縁だなと思いまして、ちょっと巡り合いを演奏させていただきたいと思います。